福地雄始ございます。今回のはですね、いやー、ついにね、来ましたね。2021年4月17日土曜日ということで、デュエルマスターズ20周年のね、新弾の往来編第1弾が発売ということで、もうめちゃくちゃ楽しみにしてました。まあ、2週間ぐらい前にね、スターターデッキ36箱買ったんですけど、モモキング始まると、パゲラダイダがね、当たらなかったので、その悔しさもぶつけようっていう感じで、もうすごい楽しみにしてました。っていうのも、今回第1弾、またね、金箔推しの20スレアがね、3枚収録されてるんですよ。ドルファディロムとモモキングレックスとモモキングネックスっていう感じで、またねこの金箔推しがね出ちゃったんですよ。でもうねメルカリとかで30万とか25万ぐらいで取引されてるっていう、もうまたねかなり封入率が低いカードだと思うんですけど、第1弾はそれにプラス世界20名限定のボルメテウスホワイトドラゴンの盾が当たる引き換えカードが入ってる可能性もあるんで、本当にかなり楽しみっていう感じですね。じゃあとりあえず第1弾出します。それがこちら。やばい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 。これもほんまに待ち望んでました。デュエルマスターズ往来編第1弾ということで、今回はね、予約してた3ボックスをね、とりあえず最速で開封していくっていう感じでやっていきたいと思います。合計90パックございます。本当はですね、1カートンぐらい欲しかったんですけれども、ちょっと発売日当日に届かないっぽかったんで、とりあえず予約してた3箱を当日開封したかったんで、初日は3箱っていう感じで、まあ、合計90パックあったらね、まあ、何かしら当たるんじゃないのかなっていう感じですね。でなんかねこれ一箱に1枚20スレアは確定で入ってるっぽいんで、20スレアが何なのかっていうのもかなりね気になるっていう感じですね。狙いはドルファディロム、モモキングレックス、モモキングネックスの20周年20スレアのね金箔推しのカードを狙うっていう感じですね。じゃあ早速今からねアングル切り替えてこちらのね90パック開封していきたいと思います。ではいかはい、アングル切りました。じゃあ早速ね、開封していきたいと思います。いやー、マジでかっこよすぎるわ。とりあえず、サムネ撮影のために、2ボックスは開封いたしました。なので、どこに20スレアがあるかとかが、もうわからなくなってますね。2ボックス分が混ざってるっていう感じなんで。でね、とりあえず、まあ、ドルファディロムもそうなんですけど、マジでちょっとね、あのスターターデッキを買ってから、たかしくんとね、めちゃくちゃやってるんですよね、デュエマ。なので、このデッキに入るカードが欲しい。とりあえず、ペアリーリライフの20スレアとかはマジで欲しいっていう感じですね。よし、じゃあ早速開封していきますか。今回は5パックずつ開封していきたいと思います。ゴーストリタッチからの、普通にゴーストリタッチいいからな、マジで。もう手札をね捨てなあかんっていうのが結構嫌やからな。おー、いいねいいね。でもな、これスターターデッキに入ってるからな、これの金箔推しが欲しいっていう感じ。20th スペシャルレアっていうカードかな。勇猛ギガホン1からの、おー、ベリーレア来ましたね。魔帝連結外石 R。 うわ、ちょっと待って、なんか見えてるぞ。へ、あー、これは普通の 20th レアっすね。せーの、ドン。うわ、エナジーリライト来たやん。すごっ、こんな感じなんや、20スレアって。で、もっとここのね、枠が金ピカだったら、20th スペシャルレアっていう感じで、もうちょっとね、光ってるんですけれども。うわー、いいね。エナジーリライト、これかっこええな。まあ、エナジーライトにガードストライクがついてるっていう感じですね。ありがとうございます。おー、いきなり来たわ。早いね。10パック目で来たっていう感じ。で、残りは、こんな感じで。もう何も来ないんじゃないかな。はい。燃えるモヒッチからの、おー、ゲンモエンペラーデスザスタースーパーレア来ましたね。ありがとうございます。え、まだ来ちゃった。うわー、びっくりした。一瞬これ20スレア来たかと思った。焦るわ。エナジーリライト結構来るね。おー、ベリーレア来ました。ありがとうございます。え、なんか来てる後ろ。シュライワン、うわー、かっこええ。まあ、これはね、一箱に1枚ぐらい、まあ、結構な確率で入ってると思うんですけれども。ドルファディロム来たー、かっこええ。たかしくんがね、このデッキ使ってるんで、たかしくんがね、多分入れるかなっていう感じですね。ディスピルパンからの、おー、またスーパーレア来ました。ありがとうございます。いや、ほんまに、いいね。楽しいわ、開封してて。めっちゃ来るね、スーパーレア。ケントナークディルガスター、ありがとうございます。いや、このパックは開けてて楽しい。おー、ベリリア。もうめっちゃ来るな。うわー、ベリリアまだ来た。もうラッシュ入ってるよ。ゲラッチョチッチスターからの、
お、なんか光ってんの見えたよ。うわ、これなんよな。オメネットでここに引き換えって書いてたら、ほんまにヤバいっていう感じ。そしたら、当たるっていう感じやな。ボルメテスホワイトドラゴンの盾が。なんですか？うわー、来たー！ボルシャックモモキングネックス。うわー、これはめちゃくちゃ嬉しいわ。もう即ね、デッキに入れたいと思います。ありがとうございます。楽しい！これ負けてて楽しいパックやわ。オメデットからの、パーリギリスもめっちゃ入ってるな。はいはいはい。うわー、これも可愛いな。うわー、ベリレア来ました。ありがとうございます。よし、アクムルバット1からの、とりあえずもう一個の23レアが何かがめっちゃ気になる。うわー、ドルファディローム2枚目。ありがとうございます。嬉しい。あと1枚の23レア枠なんなんやろ。うわ、まだ来てないね。うわ、怖い。オメデットからの、うわー、来てもた。23レア先行の守護者ホーリー。うわー、使ってもたか、ここで枠を。早いね。とりあえず2ボックス分の23レアはエナジーリライトと先行の守護者ホーリーっていう感じかな。うわー、ちょっとショックや。何これ。わあ、モモキングネックス2枚目。ありがとうございます。これは普通に嬉しいね。ゴーストリタッチもいい。おお、かっこいい。バラデスメタルめちゃくちゃ強そうやな。エナジーリライトいいね。まあ昔いたな、アウゼスっていうキャラ。エンジェルコマンドとデーモンコマンドのやつやったな。それのアーマードラゴン版って感じかな。で、デンジャラス爺さん。ちょっと当たり出ちゃったんで、一気に10パックずつ見ていきます。よいしょ。ジェイド1からの、おお、なんか来てるぞ。これは、うわー、来たー。モモキングレックス。ありがとうございます。嬉しい。わー、これも強いね。オロチ流星、自分のクリーチャー全てスピードアタッカーになるっていう感じで、プラス自分のターン中、自分の山札の上から1枚目をいつでも見てよくって、それがクリーチャーなら召喚してもいいっていうカード。だから手札困ってた時に、まあ、クリーチャー出せるよみたいな感じ。まあ、とりあえず全部がスピードアタッカーになるのは普通にやばいよな。おー、ゲームエンペラーデスザスター、これ結構来るね。はい、はいと。ごめんなさい、ちょっと、カードがちょっとバラバラになっちゃったんで、位置がずれてるかもしんないっす。あとなんか来てほしいな、ここで。おー、カリスママニフェスト。これもかっこいいね。ありがとうございます。いや、なんかめっちゃ当たる気がしてるわ、ほんまに。ベリーレア、スーパーレア。マスターカード何枚出てんのっていうぐらい出てるな。そうなんすよ、これ最後順番変わっちゃって、モモキングレックス2枚目。ありがとうございます。これね、2ボックスでとりあえずマスターカードはね全部出たっていう感じなんで、これ結構確定封入っぽいっすね。いいよ。でも皆さん、まだ安心してください。もう一箱あるんで、ここで結果を出したいと思います。右側レーンから5パックずついきましょうか。マジで俺絶対当てるからな。パーリギリスからの、来い、とんでもないやつ来い。おー、来てるね。モモキングネックスが来ました。3枚目。ありがとうございます。いいよいいよ。外石 R もありがとうございます。ちょっと急からの、いや、なんかいい23は来てほしいで。うわ、来てるね。ドン！うわー、いいやん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 。どんどんボルカニックナウ。ええやんええやん。うわー、これの23は来ました。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいわ。でもね、20スペシャルじゃなかったっすね。オメデットも来て。うわー、そこがちょっと悔やまれるね。シードラン、オニカマス。じゃあもうちょっとサクサクいきますね。モモキングレックス来て。フェアリーリライフもいい感じに揃ってきて。
おお、これ初やな。ダイナボルト、エタフェニスター。うわー、いいねいいね、スーパーレア。エナジーリライトからの、いや、あとドルファディロムとモモキングネックスが来るはずなんやけどな、来ない。うわー、もう早くも残り10パックか。スティールフラッシュからのキラスター。お、これは、あ、ドルファディロムね、ありがとうございます。ラスト何来る？え？ネックスがおらん。ってことはこれ確定封入じゃないんやな。なるほど。ラストはお茶目トラップで終わりです。いいよ。こちらが今回の主な大当たりですね。で、ちょっとさっきミスったんですけれども、これは全部ね、3枚ずつありました。なので結構確定っぽいっすね。で、20レアがこんな感じ。スペシャルレアはね、来なかったっすね。まあでも、どんどんボルカニックナウト、まあ、エナジーリライトが20レアで入ってたんでね、非常に良かったかなって思います。このパックはマジで無限に開封したいです。いいよ。いやー、楽しかった。マジでこのパックは、ほんまにみんな買った方がいいと思う。まあ、20th レアは、まあ1枚しかね、入ってないんですけれども、その他、かなりね、強力なカードがね、これめちゃくちゃ入ってるんで、いや、これはスターターデッキ買って、もうこれさえ買えば、もう普通にめちゃくちゃ強いね、デッキとか多分作れると思うんで、これは今日発売やから、マジでもう、買いに行った方がいい、ほんまに。いやー、こんなにワクワクするのは久々っていう感じで、デュエマもね、かなり盛り上がってきてるので、ちょっとね、初心者でもね、かなりね、デュエマはやりやすいと思うので、ぜひこれを機会にね、昔デュエマやってた人もちょっとね、今から始めてみるのもね、ありかなって思います。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の、せーの、また見てボーボー。